はい、ハイタイグス、幼虫が涙。はい、この時間がやってまいりました。はい、本日は9月4日金曜日、午後6時を回りました。おねえカーズのちむどんどんラジオ始まります。ということで、まずは自己紹介からいきますね。うん、では、パーソナリティの私双子の一男性になる姉のラムでございます。声を聞いたらわかると思いますけども、うん、私たちは性別学的男性でございます、はい。皆さんと一緒にラジオを楽しんでいけたら嬉しいです。この日本、この沖縄が同性愛者に対して生きやすい世の中になりますように。では、続いてのパーソナリティさんの自己紹介、ゆたしく逃げさびら。今喋ってくれてるダムちゃんの妹になるダンちゃんでございます。はい、みんなのアイドルになりたいです。はい、頑張って、おめでとう、おめでとう、ね、そろそろ変えようかな。だからさ、言ったよ、ね、アメナスさん、グスよ、チュウヨガナビラ、ユーフキテチャービタンヤタイ、マーチャンヤイビン、ヨタサルグトゥニゲサビラホー。はい、ありがとうございます。ねえ、もう暑いよね。暑いね。暑いの、うん、ね、どうしようと思って。状況来るときに混んでたね、うん、だからさ、うん、今日ほら前頭してるでしょ、うん、エースさしてるでしょ、うん、もうすごいねと思って。今日から、今日、そう、今日から本当に、そうそうそう、今日から3日間。あ、そうなの。金土日、今日こっちだね。あの辺どこだった、ミュージックタウン前。 あ、そうなんだ。日常にしてるさね、なんかもう交通規制とかで、うん、もうすごいのよ。あ、そうなの。私ももうちょっと前持ってきたんだけど、もう途中からもう車しか見えないわけ。大変と思う。今日ね、なんかいつも通る道も結構混んでたからびっくりした。そう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 ね。だから私の顔でどうにかしてるからね、跳ねのけられないかなと思ったんだけど、無理だったみたいな。ね、ちょっとバイバイしてる。ちょっと前頭炎さんはね、ちょっと難しかったみたいね。そうだね。てか私は日曜日の6日に前頭炎さん行く予定なんだけど、シャトルバスとかって出てるのかな。あ、出てるはずよ。あ、そうなんだ。あると思う。なんかね、いろいろあれしてるけど。あ、今日からだったんだね。そう、今日からね。で、今日はゲストさんね、うん、こちらに座ってらっしゃいますけど、うんうん、はい、後でまた紹介がてら、ね、はい、やっていきたいなと思ってます、はいはい、よろしくお願いいたします。します。ね、皆さんも今日はコミュニケーションというテーマでお話しするので、ツイキャスご覧の皆さん、ユーストリームご覧の皆さん、メール送っていただければなと思うので、ではラムちゃん、アドレス紹介お願いいたします。はい、では行きます。FM コダのメールアドレス読んでいきますね。761-761@FM コザ FM コザドット JP ドット JP。 ではもう一度いきます。761-761@FM コザ FM コザドット JP でございます。はい、お願いします。はい、それではこちらまでどうぞ、はいはい、メールやら、うん、相談やら、リクエストとか、うん、ね、いろいろ送ってくださいね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回のリスナーさんのテーマは、うん、周りの人とコミュニケーション取れてますかっていうことなので、どんどんメールとか待ってます。大事よね。はい、はい、ということで、じゃあ一曲挟んでお願いしたいなと思うんですけど、大丈夫です、一番最初で、うん、はいはい、じゃあ曲と CM の後に、じゃあゲストさんの紹介入りたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あがり嬢という歌です。具志堅京子さんの歌です。どうぞ。生活サポートセンターもある、うん、ここの職員がマーチャン、はい、私です、はい、前見せたところで、そう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 、で、ほら、ゆうやくん、こっちもこのマールの施設のところで、うん、そう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 、あ、そうなんだ、ね、はい、
スポンサーもつけてくださって、ね、なんか、ね、超綺麗な、ね、SK2 の中で CM 出てる、ね、本当にもうこの施設の後で紹介するけど施設のもう吉永さゆりというかグレースリーというかもうそういうタイプの方なのこの人こうこうあげるよねあげあげっていう感じで、ね、あげあげはいはい、もうとっても気さくで面白い方なのでいつも通りで、はい、よろしくお願いします、はい、いつも通りで、はい、漫才してもらう、はい、そうそう、あとであのチラシ持ってきますよ、ね、どうするか、リスナーさんのテーマもう一回言って自己紹介したのそうだね、はい、ありがとうございました、どうのこうのっていう感じ、じゃあ本日も一応テーマ改めて言いますけど、あのどうのこうのってリスナーさんに向けたあれやって自己紹介でいいじゃない、うん、いつも民謡が流れるの？あ、いつもはあの、なんだろう、ここで来てすぐに決め出したりとか、うん、うん、でもあ、なんだろう、まあ、この最初3分だけさ、うん、3分ぐらい喋って、うん、その後に CM と曲入れるんですよ、大体、うん、その曲はもう自分たちで決めたいとか、うん、自分たちで持ってきたいとか、まあ、大体はもう、まー、あ、ちゃんが CD 持ってきてこれかけてっていう感じ、うん、大体民謡？あー、大体がなんか、なんだろう、なんていうのかな、あれだよね、結構昔の歌だよね、昔の人だよね、なんか、歌謡曲、歌謡曲？演歌？演歌？演歌、まあ、そのあたりだよね、この間から開けてた演歌歌ってた何歌うんですでも私世代は大体あの1970年代のフォーク調の曲とかそんな感じ、あそうそうそう、でゆくゆくまではあれね、ビリーの曲とかなんていうのかな、パソコンの方がなんか使えないみたいなのでちょっと携帯からなんですけどね、電話の中にみんな波動って波動元気ですか、元気よ、そこの中のビギンの曲であるとか、あと、なんだろう、山涼子さんの曲であるとか、わらびがみたいな感じ、わらびがあるし、そういう感じの曲が多いかな、あーでもいいですよね、それぐらい、私も一応どちらかというと民謡好きなので結構アイアン、あまりなんかそういう人たちと関わりとかはないんですけど、まあ大体私も歌うのが演歌見るフォークソングだって、うん、結構世代合うんですよ、うん、ちょっとまだの古いよね、本当一応ね、私が分かろうと思って歌ってたの、分からないよ、あの歌、あ、嘘、分からなかったです、嘘、え、そうなんだ、カラオケに行ったら何歌おうかなと思ってたのに、でもあんまりマイナーなのも歌わない、マイナーというかメジャーなの、あけさんかなんか、まっちゃん髪伸びてきたね、どうぞ伸びてきた、ほら、そう、どうして、そう、舞台公演があってか、それからもう終わったんだけど、前伸ばしてるっていう、そうそうそう、伸ばすの分かんない、あ、ごめんさい、だっさい、でも、でもし、京子さんが伸ばしてって言ったから、伸ばしなさんとって言うから、伸ばしといて、あんまり多分、ツイキャス読めないかもしれないけど、なんか携帯が小さいからさ、私目悪いから支えてパソコンでもちょっとするよね、はい、ちょっと、お茶ってだ、おばちゃん、おばちゃん、おばちゃん、あ、多分、初めましてじゃん、全国から来るの、あ、全国から来ます、先週、この前は東京と茨城と名古屋と、あ、名古屋と、どこだっけ、はい、皆さん、あの、しゃべって、熊本しゃべって大丈夫な時にちょっとこういう感じ、合図出してもらえたら、あの、嬉しいですね、確かに、CM です、はい、次は CM、うん、CM 終わって、その後に、なんちゃんドアップってそうよ携帯だからね、そうだね、あれよ、でも地デジ対応してない、アナログ対応、これアナログの SP じゃない SP? SP じゃない、ASP じゃない、なんだっけ、LP だ、LP LP LP、 そうそう、レコードやな、 LP、 そうそう、持ち込み機よ、持ち込み機、わかる、こう回してからね、こうなってからね、あー言うて流れるの、あー、こんなとこに出るんだね、あ、すごい、ユーストリームって、あ、恥ずかしい、こちら右のやつがこのツイキャスのコメント、あ、そうなんですね、これってあの更新しなくても大丈夫です、あ、押した方がいいんじゃないですね、30分になったら更新なんですけど、その時は教えますので、はい、わかりました、
で、こちらの受信トレイのところを押すと、うん、メールの方が開くことができますので。はい。じゃあ、お願いします。誰かのおまっちゃんっていう方から。じゃあ、ちょっと見て、開いてみて。誰宛てかな預けてみて。ちょっと、人の方だから見えないかな。こっちのかもしれないし、だから見てごらん。そうかね、見ていいかな。うん、大丈夫よ。こちらは大丈夫です。大丈夫だったら。関係ないやつ。そうです、ね。あ、そう。OK。だと思う。伝次郎先生、みんな元気って。元気よ。この前からね、私ね、伝次郎先生わかります？私伝次郎先生って呼ばれてるんですよ。この前からわかんない。何かな。そろそろ CM が来たら、久しぶりだね。CM が来たらもうそのままトークな感じですか。終わったら、スポンサーさんのあれを言って提供言ってその後に入る感じ、はいはい、こちらで言うので、はい、はい、10秒前です。ではマイク上げておきます。はい、おねえカラーズのちむどんどんラジオは一般社団法人ナンバーワン石川にあるスナックピーチさん、アゲナにあるスナックマギーの館さんの提供でお送りしてます。お送りしております。はい、ということで、はい、今日のあのリスナーさんのテーマは、はい、あのなんていうのかな、あの周りの人とちゃんとコミュニケーション取れてますかっていうことなので、はい、コミュニケーションということですね。で、取れてますかってことなんですけど、あの今日こちらに綺麗な方がね、ね、いらっしゃってますでしょ、うん、ね、もうグレース・ケリーですよ。オードリー・ヘップバーンですよ、ね、もうモナコ広告かどこからからも、何の広告からもいらっしゃって、ね、本当に匹敵するぐらいの綺麗な方で、そうそうそう、ね、うん、私からも軽くあの言いますけど、うん、今日いらっしゃいました宮島京子さんです。はじめまして、宮島京子さんで、はい、よろしくお願いします。はい、はい、宮島です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まーちゃんはいつもこうやって人をあげて、はい、後でバレてるね、下げる可能性があるので、はい、ちょっとみんな半分それしっかり聞いてください。要注意人物です。要注意です。よくわかっていらっしゃる。言うよね、あんたな。ねえ、自己紹介っていうことで、ですね、私は、NPO 法人コミュニティ広場ゆいゆいっていうところの、うん、あの施設長をしております。そこのゆいゆいの事業の中の一つで生活、あの介護やってるんですけれども、生活サポートセンターマールっていうところで、まーちゃんがそこの介護の職員として働いてます。びっくりでしょ。びっくりでしょ。本当よ、私が横の私が言わなかった、ね、うん、最初来た時はね、どうなるかなと思ったんだけれども、みんなあの利用者さんのみんながね、うんうん、あの人は何だろうと思って、じーっと見てました。どう対応したらいいのか分かんないみたいだ ね、 ね、じーっと見ていて、手間なきでおいでおいで、まーちゃんにおいでおいでしながら、まーちゃん男ね女ね言われたの覚えてます。まあ、そうなりますよね、最初はね。そうだったわね、うん、そうそう、うん、でもあの最近はですね、すごいですよ、うんうんうん、あのですね、利用者さんの悩み事を聞いたりとか、うんうん、もういろんな相談に乗ったりとか、コミュニケーションすごく取れてるまーちゃんだよね。はいとも言えともいない。でもあれじゃない、結構ね、なんかもう得意分野というか、もうなんかあれだよ、ね、もう人見知りしないからね。でも私すごいあの人間恐怖症よ。あ、マイク通るの何かな、どうしよう。私すごく人間恐怖症だから、もともと、まあ詳しく細かく言うと男性恐怖症かもしれない。そうそうそう、男の人がね、なんか怖いなっていうのがあって、うん、だけどなんか、え、それ本当、本当本当。あ、言ってなかったっけ。もう説得力ないみたいなね。初めて聞いた。あ、そうそうそう、でそういうのがあったから、うん、でも逆になんか私自身がそういうなんてこの、あの死体不自由者の方とこう接することっていうのも小さい時からよくあったので、うん、そう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 、うん、周りもやっぱり多かったですし、比較的に、うん、でまたこんなして帰りこうなんだろうね、もともとほらおばさんみたいな性格だから、すごくこう背を非常におばあちゃんだよね。おばあちゃんだよね。そうね、もう世話焼くのがすごく、あのもう勝手にやってしまうというか、うん、そうそう、手がもう動くみたいな感じのところあるから、それがなんかもういい具合になんかマッチして、うん、
でまたこの施設自体がすごく家族みたいなね、アットホームな感じだから、うん、すごくこの一人一人とコミュニケーションがすごく取れやすいっていうのがあって、うんうん、それでこんなしてまだもう半年ぐらい半年経ったおすごいね、おすごい、そうでもね、あっという間だなって感じがして、うん、そうだね、あっという間だね、あっという間で、もう最近あの介護のいろんな技術もちょっと覚え始めてて、うん、すごくあの気配り目配りができるように、うん、あのなってきたの で、 あそうですか、これからもちょっと楽しみだね、はい、まー、あ、ちゃん ね、 そうです ね、 ね、もう本当にどういうふうに成長していくか ね、 ね、 発展していけたらいいよ、ね、本当ですね、もうまたこうやってラジオとかも、うん、とかいろいろ活動とかしてるじゃない、うん、でやってて、それもすごく好意的に、うん、あの受け止めてくださっているので、もう協力的なので、例えばこれがあってできませんとか、うん、出勤できませんとか言っても、うん、あ全然いいよとかって言って、もうやってくれるから、もうすごい協力的で、もうやりやすくて、素敵な職場ですよね、そう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 、だからもうあれしてて、ね、もうまたもうどうだったとかって言って、で本当にもう前からゲストさんとして呼びたいなとあったんだけど、うん、もう今回こういう形で、うんね、またあの後々告知もね、今回 あ、 のあれで来てくださってるので、うん、もう目いっぱいまたしていけたらなと思って、うんうん、そう思ってますけど、はい、ずいぶんよろしくお願いします、はい、こちらこそよろしくお願いいたします、はい、母のような方ですので、母です、母言ってね、はい、でツイキャスね、お来てまた、うん、また、あ大丈夫、うん、あじゃあということでコミュニケーションということで、じゃあちょっとお聞きしたいんですけど、うん、あのこの施設長っていうんですか、三輪島さんは、うん、このマールでやるときに、うん、このほらいろんな方いるじゃないですか、はいはい、でどういったコミュニケーションっていうのを大事にしてるかなとか、うん、どういうふうなのを意識してるかなっていうのを お聞かせ願ってもいいですか、うん、ですね、はい、あのいろんなあの障害を持った方がうん、いらっしゃるんですね、で目の見えない方であるとか、うん、あとはまたあのなんで筋萎縮症の方であるとか、うん、で最初から脳性麻痺の方であるとか、うん、いろんな方があのいるんだけれども、うん、あの盲の方には盲の方に対するあの言葉遣いとか、うん、それから介護の仕方とかいろいろあるんですね、うん、そういった部分ではあの言葉遣い、それから仕草、あのまあ私たちっていうのは、うん、あのみんなから見られている、うん、介護 の、 あの利用者さんから見られているっていうところもあって、この仕草、うん、言葉遣い、そして 何をこの人たちが今求めているかっていうのをあの素早くキャッチして、この人に対してどういうふうなことをしてあのあげればいいかなとか、そういうふうなことがいろいろあるんですね、うん、だから一口に言ってあのこれっていうのはないんです、うん、だ個人、本当に個人、うん、ラムちゃん、ラムちゃんにはラムちゃんに対しての、うん、あの接し方、あとはあのまーちゃんにはまーちゃん、うん、ランちゃんにはランちゃんとか、そういった意味では一人一人のニーズ、うん、そして一人一人の気持ちであるとか、うん、それを私はあの大事にしていきたいなって思ってるんですね、うん、だからうちのあの事業所っていうのがあのさっきあのまーちゃんも言ったように、あの少ない人数で一人一人のあった介護をやっていきたいなって、コミュニケーション、これもコミュニケーションの一つね、うん、やっていきたいなっていう思いがあって、うん、あの人数職員多いよね、多いですね、あ、うん、そうなんですか、そうそうそう、あの、うん、利用者さんに対して職員が多いっていうのがあったりとかしてする ねあその時にはハッと思ったりもするんだけど、うんうん、でも見ててあの、うん、最近思うんだけれども、うん、あのとってもゆったりして、そうですね、すごくあの、うん、利用者さんも職員もゆったりのんびりしてきたので、うん、あ私それこれぐらいの人数でいいのかなって思ったりしてます ね、うん、ね、でそれが一番コミュニケーションの取り方としては、うん、ありかなって、そうですね、あんまりいっぱいいたらもう何が何やわからん時があるよね、ありますね、トイレ行きたいってらもう必死でトイレ行ってやって終わって、また次トイレ行きたいってもう必死でやって終わってっていう感じの形になって、一人一人とこうお話ができない時があるので、あのそれは違うなって思ったりしていたの で、 そうです、ね、今ようやく、うん、あのちゃんとね、うん、コミュニケーションが取れるようなね、うんうんうん、形になってきたかなって、うん、一人一人大事な、うん、もう一人です、うん、個性の人、ね、みんなすごいですよ、ね、私はそういうふうに思ってますね、うんうん、
まあ、人それぞれですから ね, ね, ね、うん、人それぞれなんです。一人一人個性があるんです ね, ね。でそれを個性と捉えるか、あの全体の中の例えば脳性麻痺、私の子も脳性麻痺なんですけれども、うん、脳性麻痺としてこの子たちをあのこう一緒に捉えるか、うん、この脳性麻痺だけでも一人一人あの状況が違うんだよって捉えるか、うんうん、そういう取り方ですかね、うん、私は一人一人として捉えます、うんうんね、すごい、うん、あのその話を聞いて、なんだ最初ねすごく私もすごく怖かったのよ、やっぱり、うん、なんだろう、介護ってうちのおばあちゃんとかあのなんだいわゆるお年寄りが多いみたいなイメージがあるじゃない、うん、それでまたやるからなんか程度が違うのかなとか、うん、ちゃんと私が言ってることが伝わるのかなとか、うん、最初すごくこれで悩んでたんですね、うん、でもううんともすんとも言わない子たちとかがいたから最初ね、うん、あちゃんと どういう言葉遣いしたらいいのかなとか言葉がけしたらいいのかなっていうのがすごくあって、だけどなんか時間が経つにつれてだんだんこの自分の中で相手のね心の中でなんかスイッチがあるんでしょうね、うん、これだってこの時期だってやった時にもうその時からこのスイッチが入った途端にもうバーって言うわけ私に対して、うん、なんか今も出たまってたのとか、うん、思ってたこととかわーって吐き出してわーって言った時にあやっと心開いてくれたんだなって、うん、それがあのまあ早い子では1週間長い子ではもう1ヶ月ぐらいかかったんだけど、うん、うん、だけど今は本当にこんなしてさっき言ったみたいにコミュニケーションっていうか、うん、そういうの話をしながらやった時にあの例えばさっき言ったみたいにもうバーって大人数だった時とか、うん、もうごめんね今日あまり話できないっても前もって言っててでやった時に帰るぐらいになった時にもうシュンとした顔してるわけ、うん、すごくでどうしたのって言った時に話できなかったって言った、そうそうそう話することができなくてもう本人の中では多分ショックだったんでしょうね、うん、したいけどそう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 、うん、でももうほらね食事会場したりとか、うん、ねあの排泄会場とかっていうのをやってた時に、うん、どうしてもねこのこうやってやってたら時間かかる方とか、うん、あのどうしてもねその咀嚼に時間かかったりとかまたトイレがねなかなかとかっていう感じな方とかもいたりするので、うん、そうすると逆にあのこの1対1でとかっていう時間が取れなくて、うん、あっちは話したくてまーちゃんまーちゃんって呼んだりはするんだけどちょっと待ってねっていうのがもう多々あってそうそうそう、それでもう帰るって言った時に帰りの送迎の車に乗せる時になんかもうシュンとした顔してて、うん、ごめんね明日話をするからねって言ってでもこの子に明日ついてあげようって言って、うん、でこうやってやってやった時にあのもう昨日こうだったけど今日はって言った時に話してもうすっきりした顔してみたいな、うん、そう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 、そんなのがあってあ面白いなと思って、うんうんうん、まーちゃんとってもあの相手の気持ちをよく汲み取ってくれて、あの話が多分しやすいんだろうね、多分人気者ですよ、話しやすいのかなって、私もたまにあの介護風鈴でなんか言ってね、そうよね、おやんちゃんご飯よってねおやんさんって言われてそうそうそう、女って言われてなんか私もなんか、うん、なんか元気もらえるっていうか、ね、そうそうそう、ご飯にするって言ったご飯食べるってね飲み物飲むとかって言ってね、うん、やるんだ、やるやるやる、なんかもう、うん、親みたいな感じ、そうそうそう、もう実践編でやって、ね、そうどうする起きるとかって言ってご飯食べるねって何食べるとかって言って、うん、お家でもやってるんですよたまにするよ ね, ねそうそう、うちの母ね貞子さんってもう皆さんもご存知だと思うんですよ、貞子さんに対してもそんなってやって最初はもう利用者じゃないようだなってみたいになってるけど、今だったらはいとかうんうんとかって言ってやるから、うん、もうなんかもうこの回るでやってることの延長線がずっと続いてる感じでそう、場所が変わっても回るは変わらないみたいな、やってること変わらないみたいな、あるよね、そう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 、うん、たまにねトイレ会場で一緒に入ろうするからね、うん、言いとけなさいみたいなこと言われたりするんだけどね、それはあったりとかして、うん、でも面白いなと思って、本当になんかねこの自分自身のこの殻がまた一つ向けたような感じがします、この半年間で、うん、うん、なんかそんな気がして、変わったよね、変わりましたすごく、うんうん、はい、大丈夫かな、はい、はい、ちょっとあの一件だけ来ているので、うん、ツイキャス、はい、
貝原さんね、うん、ほんまやグレースケリーがいるね。ほんとでしょ、いるでしょ、ね、ほらグレースケリーがいらっしゃるって言ってね、皆さん見てごらんなさいってね、ほんと素敵でしょって言って、この人言ったらさ、うん、私上がってから何もやらもう、まあちゃんといつも、うん、あのマールの中で、うんうんうん、もうなんかね漫才コンビだよ ね、本当ですね、漫才コンビしてるので施設の人たちがみんな大笑いするんですよ、うん、何気ない会話ですよ、うん、そうそう、ね、昨日何食べたのって言って、昨日ご飯食べなかったんですって言って、うん、ね、少しあのお腹空いてるんですって言って、うん、あ、じゃあまた食べなくていいさとかっていうか、それでじゃあ私男食べてくるとかってバロって言った時もわーみたいな危ない誰もあげる人いないよとかってまた畳みかけてくるからあ、さすが持っていらっしゃるなって言って腕があるなと思ってなんかでもあれよね、うん、そうそうそう、すごいなと思ってね、うん、であの施設長の中で、うん、さっき言ったみたいなんですけど、このコミュニケーションっていうあれになるんですけど、うん、最初の私見た時の印象って、うん、最初私これ初対面じゃなかったんです、実はこのマールに入る時には、うん、初対面じゃなくて、うん、一回あの2年前ぐらいに、うん、あの音市場で、そうそう、音の音市場であのミュージックタウンのところで、うん、あのカラフルカーニバルっていうのがあって、そこでゆくいどくまっていうその音楽のあれがあるんだけど、うん、このあのマールの中でね、そうそうそう、バンドがあってゆくゆく待って ね、うんうん、それね出たんですよ、出演者として。でその時に私が司会をしていて、で見ていらっしゃったみたいな感じで、うん、それが最初 で、 そうです。あの時印象どうでした？なんてでっかい女性なのか男性なのかそして彼があのこけたのよね、海岸でね。そうね、そうそうそう、こけたのよ、私。踊りしてたの？うん、違う、あの終わって、うん、あのすごい高いヒール履いてたから、うん、階段の階段4段ぐらいあるわけ、うん、で1段やろうと思ったら4段、うん、4段が1段になったもんだからガーってなって1号線全部ここビーみたいな、大変、危ない、ね、だけどあのやっぱりほら舞台に立ってるものとして、もう私も役者入ってるから、うん、もう降板するわけにいかないっつって、もうなんかもう トイレットペーパー使って水濡らしてバーンって叩いて、もう止血させて、それで舞台立ってみたいな、うん、そうそうそう、もう痛い足引きずってみたいな、うん、大丈夫なのかなと思って見ていた、うん、で後でなんかね聞いたら、うん、あの血が出ていたとか、そうそうそう、すごいもうあれで、うん、でも感じなかったでしょそうね、終わってから泣いたね、ふえん言うてそう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 、何センチのヒール履いてたの大体？私あの時多分20は履いてたはず。嘘、うん、本当に高い、うん、普段さえそのままでさえも背が高い大きいでしょ、うんうん、そしたらヒールこんなの履いてるから、そうそう、なんでこれ大きいのってこう上から下までずっと見てて、ね、確かに20センチはちょっと危ないよね、うん、そうそうそう、うん、もうだからもう進撃の巨人の波よね歩く進撃の巨人よ、実写版実写版私あの言葉が出てきた、1メートル級ダメダメダメ、バーの夢の話、1メートル級かな本当よね、そうでもね、1メートル級、2メートル級、そうよ、そう1メートル級だって私小学生だよ、ね、大変大変ということで、もうそろそろもう一回 CM 入れてみよう、 OKOK、 はい、じゃあゆっくり話します、はい。歌とかも流す結構いっぱいあるんだけどね、どうしよう、いやそれだったらもう CM ぐらい、あ、もしあのもしあれ開けたら開けよう、ここだね、じゃちょっと軽くこれ話して、うんうんうん、あの聞き上手はどういう、あの、うん、なんていうの、聞き上手って言ったとやつあれだと思ったんだけど、キャッチボールの意味だとは思わなかったわけ、うん、でも聞いてるだけ、あ、いいんだなと思って聞いてるだけ、うん、あ、うんうん、でも相槌って大事かもしれない、うん、相槌で変わります、変わる、うん、でね、あのなんていうんだろう、相手の話を聞くときに、うん、あの自分のことは言わない、もうずっとずっと聞いて、うん、あ、そうだったの、あ、よかったね、相手の気持ちになって、そういうふうなことで会話していったら、うん、相手が心を開いてくるような気がする、あ、分かる気がする、うんうん、だから私が話を相手から聞き出すときにいつもこんな、うん、自分のことも一切話せない、うん、相手がどんどん話してくるようになってて、でここに愛です。あ、そうだったの。で否定は絶対しない。受け入れる、全部受け入れる。私を見習おう。ね、これさ、あの開けたら話してもらいます。これガンちゃんだブルーみたいな。だからね、あの先生が聞き上手に入ってたから。ね、本当これもちょっと話したかったけど、多分話す時間ないと思うから。でもちょっとあるんじゃない。
この施設長は。告知なんか。あ、ね、あるよ。ありがとうございます。ね、ペーパー今やったことない、ないっていうか。そろそろ CM が来ますね。はい。あとメールがいつ届いてるか。はい。よっちゃんありがとう。あ、よっちゃん来てくれた。東京から。東京からメール来てます。マイク入れます。はい。あ。はい、おねえかーずのちむどんどんラジオは一般社団法人ナンバーワン石川にあるスナックピーチさん、あげなにあるスナックマギーの館さんの提供でお送りしてます、はい、ということで、うん、FM 小座のメールアドレス、うん、もう、はい、読んでいっていいかな。はい、お願いします。じゃあ、いきますね。はい、761、アットマーク、アットマーク、FM コザ、FM コザ、ドット JP、ドット JP。はい、もう一回ね。はい、761、アットマーク、アットマーク、FM コザ、FM コザ、ドット JP でございます。ドット JP。それでは皆さん、こちらの、 メールアドレスにどしどし、うん、リクエストとか相談とか、うん、まあ、一応いろいろ送ってくださいね。はい、お待ちしてます。でのリスナーさんのね、テーマは周りの人とちゃんとコミュニケーション取れてますかっていうことなので、どしどしメール待ってます。はい、じゃあ、メール届いてるので読んでいきましょうね。はい、私読む、あんた読む、あ、いいな。東京のようちゃんさんから。ありがとうございます。ありがとうございます。東京のようちゃんさん、皆さんこんばんは。こんばんは。コミュニケーションですが、自分はすごい苦手です。特に団体の時は圧倒されて前に出ていけません。個人で話したりする時はいくらかまともに話せますが、携帯を持つようになってからメールとかで会話できるし、今じゃ LINE とかで話せることから会話も減っていったのも良くなかったのかもしれません。今はなんとか変わろうとしていますが、なかなか改善されないので、どうしたらいいのか悩んでいます。どよろしくどうぞってことで、あるんですけど、結構でも多い気がする最近、ね、コミュニケーション不全っていうの、まあ、なんか若い人たちとか、なんかね、今多いとかって言うんですけど、やっぱり今の時代も メールとかも電話、この携帯っていうの、スマホとか使ってから、そうだよね、会話が結構多いから、ね、確かに LINE とかね、今ねすごい発達してるしね、まあ、メールとか LINE とかね、まあ、カカオトークないろいろあるけど、まあ、それでさ、なんだろうね、普通に打ってメールするわけじゃない、だけどメールとか LINE とかで伝わらないのもあるし、勘違いするのもあるし、やっぱりそうしていくうちに、またなんだろう、それが癖になって話せなくなっちゃう、言えば LINE とかでしか話せなくなっちゃうっていうことがあるから、うん、私の場合はなんだけど、やっぱり LINE とかよりかは、なんだろう、電話してほしいなとか、電話とかするわけね、うん、私の場合はそうなんだけど、電話の方が直接会うよりかは、そう、願ってて、あ、そうなんだ、よく電話できるね、みたいな。さっきからこのコミュニケーションを話してますけど、うん、宮島さんどう思います、うん、こういうの、うん、コミュニケーション、はい、今の若い子たちはすごいコミュニケーションが、やはりちょっと苦手なような気がするんですね。確かに。で、さっきラムちゃんじゃないよ、ラムちゃん、ごめんね。話してたように、この LINE とかメールとか、それが普及してきて、やはりうち の事業所の中でも、そのまま話せばいいのに、LINE でやり取りしてるんだよね。いますね、いますね。目の前にいながら、そう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 、いますね。うんうん、まあ、これはどうしたもんだろうと。私とラムちゃんもたまにするよね。家に、うん、一緒にいるのに、うん、まあ、そうだね。っていうことなんだけれども、コミュニケーションの取り方っていろいろあるって思うんですね。思ってて、私の場合は、相手の話をよく聞くようにしています。自分、そしたら相手の方が心を開いてきて、どんどん話してくれるので、その時の相手土の打ち方とか、表情とかね、それを気をつけるようにしてやってますね。で、私はよく相談を受ける側にいるんですね。要するに障害を持った子どもの親だとか、本人だとか、そういった部分ではちょっと相談を受ける側にいるので、その時は相手の話をもう本当によく聞くように、そして、あ、どうしたのとかね、あ、そうだったの、あ、そうとか、そういうふうな言葉でやるようにしてますね、返事を。で、自分のことはもう後で話す。私は自分のことはもうその時は話さなくって、相手が
言いたいことだけもう本当に言ってもらって、それで一方的に聞くってこと、そうそう一方的に聞きます。そうなんだ。全く否定はもう全然しない。その方がなんだろう、やっぱりね、この相手、あ、なんか、うん、やっぱ心を許すのかなって思いますよね、やっぱそういう。でも私の場合は逆にその、なんだろう。もちろんそうなんだけど、やっぱ行ってしまうところも出てくるから、じゃないでしょみたいな、行ってしまいそうになる自分もいるんですよ。そう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 、どうもこんなこんなこんなって言っても何回も何回も同じこと言ったりとか、何回も同じこと聞いてきたりとかっていう子がいたりとかするから、そうじゃないでしょこうでしょこうでしょとかって言ってしまうんだけど、でも相手はもうそれでまあわーみたいな感じになるから、うん、どっちつかずになっちゃって、うん、もうこっちがもう引いて、うん、じゃあもう分かったいいよみたいな感じになっちゃって、うん、じゃあもういいって言って、もう一方的にそうそう打ち切ってしまったりとかっていうのも多々あったんだけど、なんかこうって一方的に聞いて否定はしないでこんなこんなでって、ね、すごいなかなかできることじゃないなって。だからなんかまっちゃんあれよね、基本的になんか講演会向けだよね、なんか喋ってるとこ確かに、ね、いろいろ出てくるからね、そうそうそう、そうそう、まあ、こうでも結構喋りたくてもさ、喋れない人っているじゃない、人見知りとか。あ、そう、ね、私昔そうだったんだけど、あのまっちゃんが教えてくれ、あの教えてなんか気づいたんだけど、場面緘黙症っていう、なんか病気っていうのかな、はいはい、病気なのか分かんないけど、そういうものがあって、じゃあ場面緘黙症っていったら何かっていったら、言葉を話したり理解する能力はほぼ正常であるにもかかわらず、学校など仕事場社会的な状況で声を出したり話したりすることができない状態を言いますって、体が思うように動かせない、なんていうのこれ、場面感感動精度感動という あの状況になることもありますってはい、はい、あとこれまで場面緘黙症はあの大人になれば治るものと考えてたみたいなんですけど、そのままにしておくとうつ状態や不登校へとつながるケースもあるそうですって。なるほどね、あでも私同級生にいましたよ。あ本当に、そう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 、普段のこの生活というか、そこではもうすごいお家ではバーって喋るみたいな、すごく。だけど学校とか一歩外に出るでしょ、そしたらもう一切無口になっちゃって喋れないというか、もうそうなんだよ、超わかる。あの本読みとか、あのよく立たされて、教科書読んでとかってあるでしょ、あの時もすっごいか細い声で、みたいな感じで話するから、すごく耳こうって研ぎ澄まさないと聞こえないみたいな、そんな感じの子がいました。だから初めてではなかったから、話聞いててそうなのかなって思ってて、だからね、私まだ治らないんだけどさ、ある場面のところやっぱ黙ってしまう癖でもないけど、そういうところがあるから、そうなんだ。だこれが何かって言ったらちょっと例えてみたので、私、あの自分が話す様子を人から聞かれたり見られたりすることを恐れを感じるって、ちょっと確かにそれは接客業であるかなと思うんだけど、 あと私があの他に思ってたことは、自分自身が発した言葉によって嫌われないかなとか、言われたことに対して回答がなかなかなんていうの出ないっていうの、でそれで黙り込むことが結構多々あったりするんだよね。なるほどね。だからそういうのも結構場面緘黙症の一つとしてあるのかなっていう。施設長は存じてました？知ってました。あ、そうなんですね。あ、実は私も昔ちょっとそれに近いようなことがあって、不思議でしょ、はいはい、不思議、あ、そうなんだ、そうなんだ、そうそう、なぜこのように喋るようになったのか、不思議でたまらないでしょもう今ね、はてな10個ぐらい10個じゃん、100個ぐらい今モコモコモコって今出てきてるでしょ、感じそうなんだね、漫才する中でもあるよ、そう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 、多分もともとこういう性格だったんだろうなって思うけれども、あのやっぱりあの人生長いこと生きてるので、その中でいろんなことがあって、あの一時期そういうふうになっちゃった部分があるのね。で、あのこういうふうに私が話したらまーちゃんもびっくりするでしょ、みんなびっくりするんだけれども実は私そうだったのよって言ったら、あのうーんってみんな思うけれども、やはりあの人間っていうのは、あの長いこと生きている中にはもういろんな苦しい思いだとか、やっぱり言葉を発したいけれども発しられない思いとか、いろんなことが起きてくると思うのね。でその時はその時であのいいと思う、無理しなくていいと思う、
ただ周りのね、あの理解のする人がたくさんいてくれて、そうですね、そうそう、理解してくれたらね、同意見ですと、そうだね、なんか無理無理話す、うん、話そう話そうってなると、うん、逆にもっとなんかパニック障害みたいになってなんか話せなくなるから、うん、なんか無理無理なんか話すよりかはちょっと、なるほどね、うん、私ここ反省ってんだわ、この子にもっと喋らそうもっと喋らそうって言ってもうほら私の子だから、私がこんなだから、だから、ね、そうだからあもっとこんな人から喋れるようになってから、ね、はい、一緒に入れるよみたいな、舞台に入り板の上に立つよ一緒にみたいな、宮古町長みたいな感じで、分からへんでしょ宮古町長って言ってちょみたいな感じで配達違反って言うに私やってたんだけど、うん、なんか逆に今聞いたらなんかもう申し訳ないことしてたのと、でも意外になんかそのあ人によると思うんですけど、うん、私はそうやってくれたらなんか逆にあありがたいなっていう気持ちはあるかな、人に合わせ人によるのかなって、うん、でもあれだよね、あのやっぱりそういう人に対しては、うん、なんだろう、あのまああんまりなん、うん、じゃあこれあなんだろう、あ話してみたいな、うん、っていうのはやっぱ NG なのかなって、そうだね、そうかもしれない、うん、そう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 か、そうか、そうだね、うん、こっちからねいろんな話を話題を提供して、うん、あ、ね、あどん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 やっていけばいいんだって、うんね、でだからといってあなたも話してじゃなくって、うん、それはそれでいいのよね、うん、今の状況今の状況で、うん、よしとする、うん、私はねそういうふうに考える、ね、だから、うん、無理にあのこう 話, かあの話したりとかやらなくてもいいんだけれども、うん、でも声をかけてあげるっていうことは非常に大事なことじゃ、うん、なんじゃないかなって思う、ね、そうなんですよね、喋、うんうん、らないけど、うん、やっぱりあ自分は喋らなくて相手は喋ってて、うん、だから私もそういう時がやっぱあったから、うん、昔にね、だからやっぱり喋らないけど喋ってくれたら嬉しいし、でも喋ろうってこっちもやっぱなんだろう、うん、自分的に頑張れるし、うん、でもこんなって普通に何も言わない普通にね、うん、そういう感じでなんか話題とか作ってあげてこう喋ってくれ、うん、あなんか嬉しいなっていうのはあったから、うん、それでもやっぱなんかそういう風にいい方向に進んだのかなっていうのはあるよね、うんうん、やっぱ周りのやっぱり理解とかやっぱそういうのも大事かなと、ね、私だからちょっとこんなって喋る人前に立って喋るようになって思ったのが、あの1時間ぐらいなんていうの話しかけられて、それをなんていうのかな、あのうなずく相槌叩くだけでも、あなんていうするだけでも1時間あって一回あったかなかったかぐらい喋れなかったんです私、そうなんか本当になんかみんなありがとうございますっていうぐらい本当になんかそうなんお世話かけましたって感じなんで、うん、私も逆にもう喋りすぎてから少し黙ってって言われるのがもうオチなんだけどね、もうそうだね、そう、うん、もうね私本当にもう変な話だけどさ、もう起きててもこんなでしょ、うん、寝てても喋るわけ寝言ね、そうそう寝言じゃないわけ、寝てる時にさもうほんと寝てるんだけど私ニャーって笑ってる怖いよね、怖い、ね、それで あんたよって言うからふんって言ってからこんな声で起きるわけでかあんた笑ってたよみたいな私笑ってたのってからね、何面白い夢見てたのってから、うん、だからあんな人からこんなってからね話してたのよとかって言ってからね笑ってたって言ってから、うん、はっさ気持ち悪いあんた寝ても笑うわけみたいないつだまるあんたはっつってから24時間だねっつって夢の中へもお話ししてるて、ね、そうお話ししてるわけ、うん、そう、うん、なんかもうなんか意思疎通が通じてるのかわからないけどさ、うん、大変だなと思ってね、はい、真似しないでくださいはい、っていうことではい、はい、あー、金曜さんだ、あ、そうなんだ昨日ぶり、ありがとう、そうなんだ昨日ぶり、あのジャイアントバカさんね、はい、こんばんはって、こんばんは、はい、はい、貝原さんでコミュニケーション障害なので、うん、ちょっと待ってね今、うん、だっちゃんのアメブロをフォローしましたってどういうことよ ね、うん、でもありがとうね、はい、よっちゃん前は目を見て話すこともうできませんでした、うん、あ、ねあはいはい、でもまんちゃんと目を見て話すと化石になるらしいです、うんうん、そうよ私と目だったらすごい溶かすからね、そういう噂があるのね、あそう見てなんかさ、うん、もうはびこってるわけ、あじゃあなんで私たち化石にならないのかな、うん、なんで私たち化石にならないのかな、すでに化石だからやん、わかるでしょあんたたちすでに化石だから、あの三葉虫と一緒よ、こっちアンモナイトよ、私なんだからってかトリケラとポスよってから、ね、だからホケの座をすなるのよって言ってあの話よって言ってどうだまいったかこの野郎見せたいよねあれね、貝原さんまんちゃん今日真面目すぎだろうって
そうだね、今日私真面目だね、思ったらね、本当だね、うん、私のせい、緊張してる。違う、あの、こんな話あんましないですよ、私たち、うん、ラジオでもこうやってなるのか、そうよね、そうか、なんか、なんか、なんか気持ちがなんか引き締められる気持ち、うん、シュッ、よっちゃんさんが今の話を聞いたら俺も場面監目しようかな。そうなの、意外、そうなんだ、意外では意外に、でも意外っていうかなんかもういらっしゃるんだね、なんか私もなんだ、このよくほらこんな公園とか行った時に見た目で判断しないようにしましょうとか見かけによらないですよどうのこうのって言ったりするけど、なんかこんなって聞いてたらなんかそういう私こそ何だったんだろうって今反省。でも私ちょっと自慢して、自慢して、私より人見知りだった人は多分めったにいないと。そうなの、まあ、まーちゃんの本名分かる人だってあるけどね、もう私サールは入ってるからね。そうそうそう、だからもう反省言ったからにやらないとね。そうそう、もうなんかあと10分ぐらいしかないの、告知タイムとか。オッケーオッケー、じゃあもうそろそろね、うん、やっていけたらなと思うんですけど、うん、はい、分かります、告知、告知、ね、はい、今日ちょっとフライヤーを持ってきてなくって、はい、あるかなと思ったら持ってきてなくって、うん、まあ、だいたい分かります、はい、ですね、はい、9月の20日、はい、9月の20日ですね、はい、音市場、はい、ワンマンライブ、コンスタントグローっていうグループなんですけれども、うん、はい、ジャハナイサムって皆さんご存知ですかね、うん、ジャハナイサムはあの今から20年ぐらい前から、うん、あの音楽活動をしてて、うん、ね、沖縄病院にあの入所していた時から の、うん、あの音楽活動をしてるんですね、うん、でその時にあのグループを作ったんです、うん、ほらドアスリステルさんなんていうグループだったか、ね、あ、私多分持ってたんです。3名 で、3名であのグループを作りました。ごめん、イサム聞いてる、ごめん、ド忘れしてる。ニースニースだ、ニースごめんね、イサム。聞いてたらごめん、ね、はい、ニースっていう3人グループを作りました、はい、この人たちはですね、あの筋萎縮症 ALS っていうのが一番分かりやすいかな、ラジオ聞いてる皆さん ALS みたいな感じで筋肉がちょっと萎縮していく、あの病気で、沖縄型ですね、沖縄型の神経性筋萎縮症なのグループで作っていました、うん、で、あと2人はあの、ね、もう今から何年ぐらい前かな、沖縄市の中央公民館を最後に、うん、あの引退しましたけれども、うん、イサム1人であの活動してたんですね、うん、あの音楽活動は、うん、それからずっとずっと私たちも応援してきていたんですけれども、うん、あの音市場でもう本当にワンマンで、あのコンサートができるように、ライブができるようになったっていうことを私はもうすごく嬉しく思っています。、うん、コンスタントグロー、ジャハナイサムとコンスタントグロー、うん、このメンバーでやります、うん、モッツっていうグル、あの、チャタンにありますけれども、うん、そこで私は1回あのライブ聞いているんですけれども、うん、すごく力がついてますね、うん、イサム自身もすごく歌唱力がすごく増して声もすごく出て、うん、あのすごいあのパワーで、うん、あのとってもいいライブになると思いますので、うん、ぜひ皆さん、あの音市場9月の20日、音市場、はい、あの行ってください、はい、よろしくお願いします。9月20日ですね、はい、ありがとうございます。ということで、ちょっと待ってね、はい、あのまたメール来てるみたいなので、はいはい、ちょっと読んでいきたいと思います。はい、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 みんみんですって、うん、みんみんさん、はい、こんばんは。今日は天の声聞けますかね、わら楽しみですって。まあ、あの今からも遅くないじゃない、ね、確かに現代はメール社会ですが、うん、逆を返せばお互いを深く分かり合えるのもメールではないでしょうか、うん、そこから会話をしている感じになって、会った時には無理なく話せる人もいるのかな、難しいですねって。うん、ありがとうございます。あの使い方よね、メールとかもね。うん、でも意外になんかメールでは普通に話してたけど、あったらなんか超話したりとか、逆に黙り込んでる人とかっていうのも結構いたりするから、ね、私もちょっとあの最近ね、うん、なんか LINE、 あ、なんだろう、普通に
あの言えないことを LINE で言ってしまう癖がついてるから、ちょっとなんかどうかなって思ったりはする。やっぱりなんかそれを使いすぎるとあれかなって思うから、やっぱりたまにはあのなんだろう、電話とかあってお話しするのがいいのかなって思ったりするよね。でもあれよりなんか基本的にギャップ萌えする人だったらいいんじゃない。何ギャップ萌えよ、ギャップ萌え、うん、声は可愛いんだけど見た目あった時私みたいな、あ私のように、ね、っていうことでね、あのちょっとなんか私もちょっと告知させていただきたいと思います。はい、はいはい、ダムちゃん、ダムちゃんが告知、え私が読むわけ、うん、このギャップよ、ね、手の声聞きたいって、ね、はい、わかりました。ということで私たちからも広告です。はい、9月25日の金曜日に崎山ゆいちゃんというシンガーソングライターの方がチャタンのモッツでライブするので、チャタンのライブハウスモッツでライブするのでみんな見に来てねとか言って、まあ一応なんだろう、バックダンサーで、まあ、ちょっと有名な、うん、あのゆかりさんっていう人がいるんだけど、うん、バックダンサーでやるみたいなので、私たちはゆかり先生って呼んでる、そうそうそう、でそれでバックギターが国吉亮さん、この方もちょっとまた有名な人なんですけど、そうそう、その中に有名の中に私たちみたいな人がちょっとゲストで行くので、ありがたいよね、間違いよ本当に大丈夫ねみたいな私できます、ちょっと、ね、ちょっとね、そこをちょっと崩していきましょうね、ダンちゃんね、うん、一緒にね、はい、ということで、前売り券が2500円で販売してますので、うん、もしなんだろう、欲しいな、見に行きたいなっていう方は、うん、私たちまでお願いします。それと、FM 小座でも受付してますので、チケットはまだ10枚ほど残ってるのでもしよかったらね、はい、皆さんね、ぜひぜひ、だいぶね、さっきね、宮島さんも言ってましたけど、うん、二人もね力つけてきたよね、うん、あっちこっちね場数踏んで ねちょっと失敗の方が多いような気がするけど、まあ、出るなんか勇気ぐらいはちょっとついたかなっていう、ね、あとはもうこれが勇気が度胸になった時にもう私みたいになったら大丈夫よって早くなったらいいけどな本当になって、うん、そしたらどこ行ってもね通用するようになるから、うん、あんただったらしょうがないねって言われたらこっちのもんだからそう頑張ってください、うん、私も見に行く予定ですので、はい、よろしくお願いします。っていうことでちょっと追加スタイム入って、はい、はい、お願いします、うん、ジャイアントバッカスは今まで一番真面目な、確かにそうだね、あの番組勉強になります、ね、はい、どうもありがとうございます。ライバルさん、マッチとかどこで売ってるの、うん、多分漫画倉庫とかで売ってるよね、うん、こういう、私これ那覇で買った。あ、そうなの、うん、っていうか買わされたこれ買わされたのこれ、こっちは下のスカートは漫画倉庫で買いました。こっちは漫画倉庫ね、漫画倉庫でも意外にいろんなところにある、そういろんなものがあるよ、ねね、いろんなものがあってから、ね、もあれして、そうやんやかんかな、やい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 や
ことだよね、うん、今聞き始めたけど、あ、そうなんだ、でもありがとうね、うん、来てくれてね、ありがとう、はい、ということで、あと3分ほど残ってるね、はい、そうなんだ、うん、OK です、わかりました。で、今日はコミュニケーションということでこうやっていろんな話やってましたけど、うん、もうね本当になんていうの、私ねやっぱり言われたのね、小さい時にもうあんたはもうなんだろう、うん、運動もできないし勉強もそんなにできないしこんなだしって言って、じゃあ何が取り柄かって、あと喋りよって、もうこれをもう徹底的にやりなさいって、で、うん、いろんな人とコミュニケーション取れるんだったら、うん、取れるようになったらあんたもうこれはもう力になるからって言って、うん、その代わりいろんな知識入れていきなさいよって言って、うん、もうそれでもう入れさせられたのね、うん、もうほらね、おじいちゃんおばあちゃんのところにポンって入れられて、うん、もうそこに住んでたからもあるんだけど、そこでいろんな話聞いてこんな人やってたら、うん、はあもう年上に知識しか入ってこなくてから、うん、若いのはこんなって言って、よかったりするよね、そうそうそう、今思えばね、でもそれがあったからこそ今のまーちゃんがあって、みんながね、あのなんかなんていうの、尊敬されるまーちゃんね、なったかいいんじゃないかなと思うけどね。ということで、ね、もうそろそろもう1分切ったので、うん、あのなんていうの、次のテーマ、うん、次のテーマは、うん、なんだったっけ、将来、将来だね、将来、うん、っていうことで、あのやっていきたいと思います。まあ私たちみたいな人はなんか将来どう考えてるんだろうとかってもね、本当よね、うん、私自身も気になる。私よくあのギャグなんだけど、よく言うのがもう就活って言ったりしてるけどね。そうそうそう、そろ
そろ就活しないと早いんじゃない。まっちゃんどの就活あもう終わるって書くの、うん、こっちの方とこっちの方がこっちの方で、ね、就職するんじゃない終わるの方で、ね、そういうことね。そう2日病気とこうね、障害学習だからね、うん、そうそう、もう一生勉強していかないといけないそう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 、はいはいはいということで、次回は、はい、将来ということで、ね、あのテーマをもうゆとりじゃないよ、見取り世代だよ本当にみとりねということでお話しさせていただきます、はい、いということで、はい、あの今日は、うん、あのゲストの、はい、方もいらっしゃいました、宮島京子さんね、うん、いらっしゃいました沖縄のね、もうこあの沖縄市小座のね、もうグレースケリーですよグレースケリー、はい、はい、私グレースケリーですイエイ、はい、私ゲレンゲレンパーです、はい、ということで、最後にまたお名前で、はい、あの自己紹介して、はい、バイバイしましょうね、はい、ということで、はい、あの皆さんとお別れの時間がやってまいりましたので、はい、今日の、パーソナリティ、私ラムと、はい、ダンとまー、あ、ちゃんと、そしてゲストの、はい、はい、宮島京子でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。 YouTube でも見てね、みんな見てねまたあのちょっと時間あるのまたオフトーク番組やるので、うん、見てきてください、ね、はいはい、はい、では皆さんまたね、バイバーイ、ごきげんよう、さようなら。